聖教新聞。聖教新聞は、聖教新聞社が発行する日本の在家仏教系、新宗教団体、宗教法人、総価学会の日刊機関紙である。1951年、昭和26年4月20日創刊。長官のみの発行。有刊は発行していない。発行部数は、交渉550万部。政教は、 釈迦の解いた一大聖教に由来する、同志を出版している、聖教新聞社は、宗教法人、総価学会の機関紙発行、出版部門であるため、法人格がない。また、聖教新聞は、日本新聞協会及び日本 ABC 協会に、加盟していない。交渉発行部数は1990年代から2006年まで、550万部、となっているが、 これは、政教新聞社の発表によるものである。全12面で、基本的には、全6面が、宗教的、総科学会に関わる、組織的な記事、後ろ6面が、一般的な記事、一面広告を含む、9面は、テレビラジオ欄となっている。一面の大事は、2014年5月6日付まで、右端に縦並びに毛筆書きで、政教新聞と書かれたもの、 呪文は桜が使われていたが、毎週日曜日のみ、上部に横並びで、聖教新聞、下段に、ザ聖教新聞と記されたもの、呪文は平日版と同じが使われていた。同年5月8日付から、紙面のレイアウト刷新に伴い、大事を CI 仕様の横並びで、ゴチック体で、聖教新聞、青色で、呪文はなし、下段に、聖教新聞、 深夜ロボと記されたものに変更された。かつては、総価学会名誉会長、スキー、総価学会インターナショナル会長池田対策の、同性を前面に出すことが多かったが、2010年5月の、本部幹部会を最後に、池田が第一線から退いた後は、池田名義の目。地が送られた。学会内紙は、各国スキー組織の活動を紹介する機会の方が、 多くなっている。池田が創立した創価学園、創価大学に関する記事もある。寸鉄が5タイトル程度、コラム、苗字のこと、朝日新聞長官の天生人号、読売新聞長官の編集手帳等に相当するものが一面部に掲載される。本部幹部会など大きな会合で池田内氏は、 総科学会会長のスピーチがあった場合は数日後に2面から3面にかけて編集されたものが掲載される。朝日新聞有館の素流指等に相当、総科学会内外の人物、支部、団体の批判や会員に向けての激励が多い。過去には会館及び会館周辺の利用について学会幹部や会員に苦言を呈したり、 公明党議員の不祥事についても厳しい意見で批判するなど他のコラムに比べ独自性を保っている。苗字の言は長期連載中の一面コラムである。創刊1年後の1952年昭和27年5月10日付から始まった。苗字とは中国隋の地に538年から597年天台地社大使が ほっけ行を修行する人の位を六種類、六足に分けた中の一つで、苗字足のこと。二つのことは、苗字によって、我が身が本来、仏であると確知する位である。苗字のことというタイトルには、仏法の視点から、様々な社会事象の本質を見極めていく意義が、込められている。四面五面は、総科学会の日々の活動に直結する記事が、掲載される。 2017年、平成29年現在は各テーマごとの掲載曜日がほぼ固定化しており、政教新聞社が作成した PR 版にそのスケジュール掲載されている。前月20日発売の大白レンゲに掲載された座談会配読5章付きの初めに新聞市場でも掲載し、学会員に対して予習を徹底させている。大を購読していない世帯では、 この記事が載った紙面を座談会に持参してもよい。火曜日と土曜日を除く週5回掲載。これ以外にも4面全部を使った企画記事が掲載される場合は救済となることがある。最高幹部、会長、主任副会長、副会長、理事長、総年部長、婦人部長、男子部長、女子部長、青年部長、 そのたらによる、市場座談会が不定期に掲載され、総価学会と対立する個人、団体や公明党と対立する政党への批判が行われることがある。総価学会を退会したり、除名された後に、新聞で公然と誹謗中傷された者としては、元公明党中央執行委員長、竹入義勝、矢野綾成、元顧問弁護士、山崎正も、 元教学部長、原島隆氏などがおり、日蓮正宗前館長安倍日賢らと共に、裁判沙汰に発展することも多い。その他、富士大石事件紹介、日本共産党なども学会による批判の訴状に上がる。なお、この面に限らず、政教新聞社関連の出版物で、日蓮正宗を指す場合は、日、建造、富士大石事件紹介を扱う場合は、 正式名称はもちろん略称の、検証会という単語の使用も認めておらず、会長、浅井明恵の名前から取った、浅井はじめ派と呼びかえている。総科学会の都道府県中堅クラス以下の幹部が、御書のお気に入りの部分を紹介しながら、自身の振興体験や日々の活動に対する決意、などを語る企画。社説と同じく、火曜日と土曜日を除く週5回掲載。 他に、声の欄と呼ばれる会員及び購読者からの当初コーナーが設けられており、こちらは水、金、日曜の週3回掲載。また、毎週金曜日の7面には、各地方の総価学会の動向を報じる、地方版、東京内は、東京版もしくは、東京、山梨版が掲載されている。6面7面12面は、総科学会が強く推進する、教育、 文化関連の記事が掲載される。特に十二面はオールカラーで毎日多彩な企画が行われる。こちらも四面五面と同様各、テーマごとの掲載曜日がほぼ固定化しており、政教新聞社が作成した PR 版にそのスケジュールが掲載されている。生活家庭関連の記事は民間全国紙で見受けるような内容と大きな差異はない。と同時に、 当時現職だった第二代会長、戸田情勢の手による小説人間革命が掲載される。戸田版人間革命は1957年昭和32年に完結し単行本化された。その後、総価学会は会長不在が3年間続き、加えて三代会長に就任した池田もまだ弱敗で、 戸田が残した人間革命の続編的作品に取り掛かれるだけの実務経験がないという事情があった。このため、池田の日本生学館勤務時代に雑誌で執筆経験があった作家の山岡総八に以来、時代小説、高杉晋作を連載してもらった。山岡の高杉晋作は、1962年、昭和37年8月から1964年、 昭和39年12月8日まで掲載され、完結後は山岡が婚姻にしていた、講談社から単行本化された。日刊化を目前に控えた1965年、昭和40年1月1日付で、満を持たして、池田版、人間革命の連載が始まった。池田版、人間革命は、中段を挟みながら28年、連載前5 0 9回。 単行本前十二巻の長編小説となり、1993年、平成5年、続編、新、人間革命へ移行。池田は、完結までに30巻を予定すると単行本第1巻、後書きに記したため、その後は中断もなくなり、ハイペースで執筆が進められた。2018年、平成30年9月8日の、第6469回をもって、 万二十五年にわたった連載は完結した。新、人間革命完結後は、当分の間、連載小説は掲載されない予定である。また四コマ漫画として長期にわたって、バリバリ君の連載が続いていたが、2004年、平成16年にシワ知ってるによる、青空家族に交代。青空家族は二千十六年、平成十八年七月十五日の第四戦会をもって、 連載終了となり、8月1日から掘った秋を会を夫妻による、ちいちーゃんやがスタートした一般の政治、経済、事件に関する記事や、プロ野球の結果などのスポーツ関連の記事も、テレビ欄直前の2面、一般紙の社会面に相当する面にわたって、時事通信社より配信された記事を転載してる。外信記事は共同通信社からも配信を受けている。 プロ野球のナイターの結果を伝える記事や時差のあるサッカー、日本代表の国際試合では試合が長引くと最後まで掲載されないこともある。またスポーツ面の場合、総科学会員のスポーツ選手の活躍の記事を比較的大きめにするのも特徴である。政治記事は総科学会が支持母体となっている公明党に関するものが見られる。国政選挙や 地方選挙で公明党公認候補が議席を獲得した場合は、氏名、当選順位、得票数などが無投票当選の場合はその旨が掲載される。広告は、総価学会系の出版社などの広告のほか、一般企業、団体のものがある。また、発行される地域向けの広告、求人案内、発行地域関連の商業施設などに差し替える。 地域も存在する。テレビ欄には2011年、平成23年7月23日付まで G コードが記載されていたが、地上デジタル放送完全移行に伴い同年7月24日付から、東日本大震災で被災した東北3県、岩手県、宮城県、福島県発行文を含め G コードが掲載されなくなった。また、 関東地方のテレビ欄の並び順も7月24日付から、これまでのアナログチャンネル順から、リモコンキー ID 順に再編された。2014年5月8日付から前述の、紙面フルリニューアルで最終面の地上波テレビ、ラジオ欄と10.11面の BS デジタル欄を1ページに集約する形で、中面、基本的に9面に移設した。なお、番組表は、 東京ニュース通信社から配信されたものを掲載している。家族で個別的に使用する、記事を切り抜いて保存する、縮みへの贈呈、組織の要請、下記の理由等によって複数部購読する世帯がある。総価学会に入会を希望する者は原則として、政教新聞の購読が求められるが、総価学会改則や法人規則に、政教新聞購読に関する記載はない。 政教新聞は、総価学会に関する社会的運動やその立脚する思想が中心記事となっており、会員世帯以外にも、高読層を広げて、総価学会への理解、浸透を図る。会員の判断によって、無償贈呈、配布することがあり、会員宅前に、ご自由にお読みくださいと書いた箱を設置する例も、散見される。なお、政教新聞社側でも、 一般購読者の獲得を目的とする PR 版と呼ばれる号外を1年に数回作成し、学会組織を通じ配布している。政教新聞社は独自の印刷所を持たず、北海道から沖縄まで全国37カ所の新聞社、主に毎日新聞社系列の印刷会社、関東は当日印刷、関西は高速オフセットなど、と、ブロック紙を含む地方誌、 直営、系列問わずを中心に、一部では、読売新聞、朝日新聞の関連会社に印刷を委託し、このことによって日刊化を可能としている。公明新聞も、同様に独自の印刷書を持たず、各地の印刷会社に印刷を委託している。総価学会広報室は、政教新聞の印刷を外注する理由について、自前で印刷するより全国への配送スピードや、 強効率の点で優れており、メリットが大きいと説明している。このほか、2017年10月31日から、毎日新聞首都圏センターでも公明新聞と共に受託印刷を開始している。販売店は会員による自営業である。基本的に一般の新聞販売店と同様の形態を取っている。西京新聞販売店は、西京新聞のか。 月間の機関紙、大白連盟、グラフスキー、総価学会青年部の機関紙として別に発行されている総価新報、総価学会が支持母体となっている公明党の機関紙、公明新聞などを取り扱う議会関係者や地方自治体の管理職が公明党対策として公明新聞とともに政教新聞も購読する例があり政治資金規制法の規定により 公明新聞と政教新聞の両方を取っている家庭や事業所にはそれぞれ別の領収書が発行される。一般商業紙に見られるような押し紙のシステムは政教新聞には存在しない。非学会員に贈呈、ないしは配布を行う場合、必要な部数分を紹介者となる学会員が別途購入しなければならない。配達は販売店を経営する。 学会員とその家族に加え、総価学会員の有志も加わって行われており、配達に従事する学会員を指す、無冠の友、無冠の友という言葉がしばしば紙面に登場する。配達業務は、婦人部に所属する女性会員がつくことが多く、学生部員、特に第二相当競争権では、総価大学に通っている学生も配達に参加することがあるが、 民間全国紙と違って、新聞小学生の制度はない。日本全国に独自の配達網を持っている新聞は、一般商業紙以外には、政教新聞のほかに、日本共産党の新聞赤旗があり、赤旗の場合現役の共産党所属議員も配達を行うことがあるが、公明党の現役議員は、政教分離の観点上誤解を招く恐れがあるため、 同じく西京新聞販売店で取り扱っている公明新聞の配達も含めて一切参加しない。西京新聞は多くの民放ラジオ局にラジオ CM を出向している。日本放送ラジオ日本には地方前 CM も提供している。一部のコミュニティ FM、東京ドームなどの野球場にも広告を出している。ただ、総価学会及び 正教新聞からの出稿を受け付けない放送事業者もある。ラジオでは JWave が局側の編成方針もあり、開局当初から出稿がなく、MBS ラジオも1990年代から2009年4月改編まで出稿を受け付けていなかった。このため2001年、平成13年10月改編で TBS ラジオコミュニケーションズ発の JRN 全国同時ネット番組、あなたへ、モーニングコールが立ち上がる際、MBS は前番組の歌うヘッドライトを受けていたにもかかわらず、総科学会提供であることを理由にネット受けを拒否。本来系列外の大阪放送、ラジオ大阪で遅れネットという事態になった。テレビでは、特にローカル局や独立局で CM が流れることが多く、 在京キー局も一部執行を受けているが、キー局の中では TBS が、政教新聞、総科学会、総科大学、総科学園のいずれの名義でも出向受付を拒否してきた。2010年10月改編では、ネットワークセールスかつ、全国同時ネットの番組について、政教新聞名義での出向を認めたが、提供クレジットの表示は自粛させた。 創価学会名義での出向は主催、公演イベントに関するスポット CM などやむを得ない場合を除き引き続き拒否しており、創価大学を出向者として認めていないのも TBS が全国唯一である。ただ、同じ東京放送ホールディングス参加でも、ラジオ部門の TBS ラジオは、政教新聞、創価学会、創価大学、創価学園からの CM 出向の受け入れを認めている。 前日、同じ TBS 系列の純キー局である毎日放送。MBS テレビも TBS やその他 JNN 各局制作のネットワークセールス番組で、かつ制作局と同時ネットの場合に限って2010年10月以降受け入れるようなり、自社制作番組へのタイム契約は2012年4月から、スポット CM の出向は2012年9月から受け入れている。 創価大学を出向者として認めたのも2008年からと、遅く、学会に批判的な発言や取材をたとえハプニングであったとしても放送するなど、タブーを設けない対応が際立っている。また、フジテレビ系列では、関西テレビとテレビ熊本が、キー局のフジテレビなど、FNS 系列各局発のネットワークセールスを含むすべての番組への出向を認めず、該当 CM は、 AC ジャパン制作の公共広告や自社番組、宣伝、最悪との企業のスポット CM 等に差し替える方針をとっているほか、外部制作による、政教新聞、総価学会の企画参加及び一社提供番組の購入を行っていない。このため、フジテレビ系列局もネットワークセールス枠への、政教新聞、総価学会からの CM 受け入れや、総価学会及び、 生協新聞をはじめとした、草加学会関連団体の企画参加、または、探偵協番組の制作には、消極的となっている、テレビ新広島など、ローカルセールス枠や、スポット CM に限り受け入れるという基準を設けている、つぼねもある。なお、草加学会及び、生協新聞からの出向を一貫して受け付けない、放送事業者、JWAVE、関西テレビ、 テレビ熊本であっても、国政選挙運動期間中の公明党の CM 及び政権放送に関しては、公尺上、選挙広報と同じ扱いを受けるため、放送局の都合で断ることができないので、同党の CM 及び政権放送についての出向受付は認めている。これは、かつて総価学会及び政教新聞からの出向を受け付けていなかったことの、ある放送事業者、 tbs 毎日放送でも同様であり、総科学会及び、政教新聞からの出向の受付を認めていかった時期から現在に至るまで、国政選挙運動期間中の公明党の CM 及び政権放送についての出向受付は、tbs 毎日放送でも認めている。他にもスポットで多くの提供を出しており、その内容の代替が直接政教新聞や、 創科学会と結びつけられないようなメッセージをアナウンスするだけである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。